こんにちは、今津でワイン食堂をやっている藤丸と申します。それでは今日の料理を始めていきたいと思います。それではハマグリの和風ボンゴレを作っていきたいと思います。まず塩抜きしたハマグリをフライパンに入れて料理酒を入れていきます。蓋をして強火にかけていきます。この間に大葉を千切りにしていきましょう。それではパスタ茹でていきます。はい、それではハマグリに火が通ってきたので味付けしていきます。はい、ポン酢をで、もう一回蓋をして中火でもう少し火を通します。はい、それでは仕上げしていきます。パスタの茹で汁を少し加えて味見していきます。この時塩分が強ければ、お水を足してください。で、塩分が足りなければ、ポン酢を足してください。はい、それでは仕上げをしていきます。胡椒を少しと、パスタ固めに茹でてます。スープパスタになるので、表示時間の1分半ぐらいを目安に早めに揚げてます。で、このお汁の中でちょっと炊いてあげてください。はい、それでは盛り付けていきます。大葉の千切りを散らして完成です。